広島高速交通7000系電車は、広島県広島市で新交通システムを運営する、広島高速交通の案内機場式電車。2020年3月26日から営業運転を開始した。開業当初から在籍する6000系、その造備車で、VVVF インバータ車の1000系を機械のために導入された。製造に際しては、 三菱重工業から交通システムやエンジニアリング事業を受け継いだ新会社の三菱重工エンジニアリングが担当している。編成は従来の車両と同様の6両編成で、内訳は制御車2両、中間電動車3両、付随車1両の 3M3T である。車体はゆりかもめや日報里、トネリライナー、埼玉新都市交通でも使用実績がある。 軽量かつ高い耐久性やリサイクル性を備えたアルミニウム合金を用いたダブルスキン構造であるエールファインが用いられる。これにより従来車から約3トンの軽量化が実現している。また車服や車高も従来の車両から拡大しており、広い車内空間が確保されている。一方、カラーリングについては従来の車両のイメージを受け継ぎ、 アストラムラインのシンボルカラーである、クロムイエローを基調としたデザインとなっている。前照灯や微灯は LED が用いられる。インテリアデザインは、三菱重工業が展開するディテールイズムを基礎に、従来の車両で築かれたアストラムラインのイメージを踏襲する形で仕上げられている。座席は、従来の車両と同様に、ロングシートだが、背もたれを高くし、座席幅も、 従来車から3センチメートル広く取ることで座り心地の向上を図ったセパレートタイプの座席 G フィットが採用されている。また従来の車両には先頭車のみ設置されていた車椅子スペースに代わり中間車を含めた全車両に車椅子に加えてベビーカーにも対応したフリースペースが設置される。一方、 これらの変更に伴い定員数や座席数は従来の車両から減少している。車内には空調が完備され、従来の車両から能力が30%向上しているほか、天井部に配布ダクトを配置することで、車内温度を均一化し、冷房効率を高める。また、安全対策のため監視カメラも設置されている。各車両に設置されている。 ボギー台車は揺れを低減し、乗り心地の向上を図った T スムーバーで走行輪が中御製補助輪付きのゴムタイヤ、案内輪や分岐輪はソリッドタイヤが用いられる。終電装置は進行方向と垂直に備わった案内走行装置に設置され、バネによって側面の合体伏線に接触する。制御装置は東洋電気製造製のイグブと阻止による VVVF インバータ制御方式となっている。補助電源装置には同じく東洋電気製造製の静止型インバータで、定格出力は69馬を有する。SIV の素子には、ハイブリッドシックを使用している。電動空気圧縮機は、スクロール式回転型一段圧縮式である。最初の編成となる、第31編成は2019年10月4日に、 長楽寺駅に近接した車両基地に搬入され、10月10日に報道機関向けの車両公開が実施された。その後は、試運転や乗務員の訓練運転を経て、2020年3月26日から営業運転を開始した。以降は2024年度末までに、第31編成を含めた24本が導入される予定となっている。これにより6000系、 戦経前車両が置き換えられる。なお、現在予定されている西広島延伸に際しての車両増備は2019年の時点で未定となっている。ありがとうございます。